はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲードです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今日は匝瑳市に来ております。今日はお寺と神社を紹介しようと思います。ここは飯高団林跡駐車場、南駐車場なんですけどね、まあ飯高団林と言いますと結構有名でして、まあ団林っていうのはね、昔の大学ですね、あの日蓮宗系のね。まあここまで説明しますと、ああそうかそうか、藩校寺に行くのねというふうに思われたかもしれませんが、藩校寺さんはどうしようかな、わかりません、行くかもしれないけど、今日の目的地はそちらではなくって、あちらの方になりますけどね、飯高神社というのがありまして、そちらに行きたいと思います。あ、そうそう、ちなみにね、あそこに観光案内所があるんですけど、見どころマップを今いただいてきました。まあこれから向かうのがこれ、飯高じゃないや、飯高神社ですね、間違った、うん、飯高神社、こちらですね。日本一多くの仙人に会える神社だそうです。ちなみにその前に、その前にというかね、飯高神社の手前に妙福寺さんってお寺さんもあるんですね、だからこの妙福寺さんと飯高神社両方同時に紹介することになる予定です。多分こっちでいいと思うんですけどね、あそこだな多分な。さっき観光案内所の方にお聞きしたんですけど、これから行くね、この飯高神社、徳川氏の祈祷所だったそうです。祈祷所って言ってたよな、どういうことなんだろうな、よくわからないんですが、行きたいと思います。ここですね、妙福寺飯高神社の森って書いてありますが、まあ本当にね、江戸時代はもう神仏混交の時代ですからね、南無妙見大菩薩、まあいつも僕のチャンネル見てくださってる方はご存知だと思いますが、こういうところ来るのは好きなんですが、あまり素養がないんでね、僕はね、どこまで適切な説明ができるかどうかはわからないんですが、そのあたりはまあいつものことでご容赦くださいませということでね。あ、そうか、この妙福寺さん、水戸黄門のお手植えの梅が、あれ、あ、ある、あ、あった寺か、ないのか、現在は水戸市から送られた偕楽園の梅が花をつけるだそうです。じゃあまず妙福寺さんの方に行きましょう。ん、あれは観音様、観音様って書いてある。うん、僕にも分かりますね、はい。なんかあるぞ、大木板碑、あ、大木書いてあるんだ。ん、南妙法蓮華経って書いてあるのかな。もう読めないですね。主寺板碑ってこれなんだろう、2期、これとこれのことかな。あ、こっちが、あ、そうか、ここ、あ、そうか、あ、分かった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 、これが大木板碑で、この左右2つ並んでいるものが、この主寺板碑ってらしいですね。これ、これ、お当場の一種らしいですね。でもなんでお当場がこんなところにあるの、よくわからないですね。え、これ自体がもともとお墓にあったものなのかな、ちょっとよくわかんないですね。まあいいや、行きましょう。ところで、偕楽園からやってきた梅はどこなんだろう。マンダラ本尊、ソーサーだと思ってたけど妖怪市場でしたね。間違いました、ごめんなさい。あ、そっかそっか、そっか、そっか、今妖怪市場はもう、そうだ、合併してソーサーになってから大丈夫です、間違っていない、うん。で、ご本尊は、ご本尊は、ご本尊は、閉まっていて見えません。あ、開いてたけどよくわかりません。もう今日は午後4時を過ぎてますんでね、基本的に多分もう参拝の通常の時間帯は過ぎてると思うんですよ。まあそういう時間帯をわざわざ狙ってきてるわけですが、でないとね、人がいっぱいいると撮影ができないんでね。お寺の参拝の作法ってよくわかんないんだよな、いつも適当なんですけど、まあとりあえずお賽銭だけ差し上げていきましょう。
我深く敬う何時らってことですよね。なんていうのかよくわかんないけど、あとは何どういう意味なんだろうね。皆さん菩薩を敬ってくださいなってことでも書いてあるのかな。よくわかんないですけど。で、偕楽園の梅はどこ？どこ？あっちは全部墓地ですよね。まあよくわかんないけどいいってことにしましょう。はい。今日のメインはこの後の飯高神社ですから、はい、の予定です。あそこに鳥居が見えますね。でもせっかくだから多分こっち側からが本来の道なんだと思うので、ってわけじゃない、あれ道があると思ったけど違うか、こっちから行っちゃえばいいんだ。あ、そうか、砦の跡もあるんですね、っていうかあるんですねっていうか跡なんだろうな、あくまでな。だから地下壕あったりして、こういうくぼみが怪しく見えちゃうんだよな。ここら辺ポコってや、なんかね、あそこガサゴソってやったら実はね、なんかあったりしてね、ここは近衛第三師団の司令部号があったとかね、でっち上げてしまいたくなるんですが、今日はそういう趣旨でやってきておりません。はい、ということで、では行きましょう。あ、いや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 、ここの階段も結構怪しいことになってるな。真ん中陥没してるんですね。この絶妙なこうなんていうのかな、うねり具合でね、なんだか目がおかしくなったっていうか、こうメガネがおかしくなったのかなとかって錯覚しそうになるんだけど、メガネ取ってもぼやけるだけでこの曲線具合は変わんないんで、多分そうですね、実際に歪んでんですよね。そういうことだよな。気をつけていこう。事前情報でもね、結構荒れ気味、荒れてるってことでもないんだけど、やっぱりね、予算不足なんでしょうが、建物の手入れが十分に行き届いていないらしいっていうね、話はありました。まあ、しょうがないですよね、そういうのがね。地元の人たちもね、まあ、最近の人口減少がありますからね、なかなか負担がしきれないっていう面があるでしょうから。なんかね、こういうくぼみを見ると、まさかタコツボ号の跡じゃねえよななんて思ったりしてしまうんですが、どうなんだろう、違うと思うんですけどね。あ、ここで到着かな。あ、到着ですね。到着しました。飯高神社です。拝殿ですね。奥に本殿ありますね。拝殿は、江戸時代後期頃の建設ではないかと。あと、そうそう、これなんですよ、これ。天井に植物を描いた133枚、1枚欠損の遺体がはめ込まれており、構図もしっかりしている。これが、この拝殿のね、特徴らしいです。だけど、当たり前ですが、見れない。一応そうか、もっと明るいライト持ってくればよかった。あ、ちょっと見える。あ、そう、その前に、そうだ、ダメです。まずお賽銭、お参りです、お参り。
ではあとちょっとだけ天井の絵を見せていただきましょう。ああ本当だ。でも近くで見ないとよくわかんないでしょうねこれね。よいしょ。じゃあちょっと今度は本殿の方回ってみましょうかね。よし、じゃあ、こっちから。あれ？あそこの扉開いてんな。ちょっと待って、なんか書いてあるぞ。妄想。あ、そう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 だ、これだ。ありがたい話。ね、なんだっけ。これ二十四孔ってこれ中国のなんか本らしいです。本っていうのは書物なのかな。それで24人の親孝行な人の話物語がありまして、でそれを刻んである彫刻してあるっていう話があったんだ。そうだそうだ。でそうそう、その説明はね、これ妄想さん。竹になき竹の子生ず。お母さんに竹の子を食べさせたいんだけど、冬だったのでない。だけどどうしても竹の子を掘りたいって言って山に行ったら、なんと竹が生えてきた。そうです。あ、これ竹の子なんだ。なるほど。西順。あ、これそうだ、これは熟した桑の実と熟してない桑の実を分けていて、そこに盗賊がやってきて、何をしてんだって言われたら、熟してるのは親に食べさせて、熟していないのは自分が食べるんだって言ったら、盗賊が感心して、なんかいろいろとくれたという人ですね。もうちょっと一人一人説明してるとキリがなくなってしまいそうなんで、ちょっとこの名前、長江長礼、それとこの彫刻の紹介だけに済ませておこうと思います。これから教師さん。ただね、これね、ちょっと家出てくる前にね、ウィキペディアでちょっと調べたんですが、なんていうのかな、親孝行は親孝行なのかもしれないけど、お前親孝行って言えば何でも許せられるのかとかっていうようなツッコミを入れたくなるようなね、そういう話もちょっとありました。あったような気がする。まあでもまあ、それも含めて、まあいいのかな。陸石さん、ここは向こうに行っちゃってる。禅師養う子、虎を掴んで親を救う。これすごいね。それから文帝、親のお役を、あ、親、そっか、神丹お役か、親のお役をなめる。なんかまあまあいいや。それから各居、母のため子を埋める。それはでもまあ子供は埋めなくて済んだのか、よかったよかった。これは取れちゃってるんだな、完全にな。それがテーラン、木に刻んで親に使う。送信、指を噛んで心を痛める。老来子、戯れに美しい着物を着親を楽しませる。なるほど。これは五毛、蚊の血に悪のを欲しいまま、あ、蚊に血を吸わせまくったってことか。あ、はいはいはい。あ、これなんかこういう落語にその話があるらしいですけどね。それから王侯、枕を仰ぎ布団を温める。なんか、あれ木下藤吉郎か。それから愚春、天を感動せしむ。で、これが皇帝剣、親の蒸気をすすぐ。蒸気って何なんだろうね。蒸気って便器のことなんだ。そういうことか。
こっちの本店の方も入っていいみたいですね。あ、本殿は拝殿より古いみたいですね。延享4年1747年。あ、瓦が鬼瓦。あれでもこれ木製だね。昔これ使ってたんでしょうね、きっとね。あそこの鬼瓦っていう、なんて言うんだっけなんて言うんでしたっけ。まあいいや、 あそこのあれですよね。あーでもここも立派な、だいぶやっぱ傷みは進んでるけど、もともと立派なものだったんでしょうね。いや今も立派とは立派なんですけど、やっぱりね、こういうのね、そうだよな、行政もね、あんま宗教的なものにお金を全面的に出すことできないんでしょうけど、文化財としてね、なんとか保護できるっていうふうなことができればいいんでしょうけど、難しいのかな、やっぱりな。あ、そうそう、それからね、この拝殿に支えの木がいくつかあるんですが、こっちもね、こう全部あるんだけど、これ本当に支えらしいです。倒壊防ぐためにね、支えてる木らしいんですよね。こんな状況なんで。ちょっとね、このまんま朽ちるままにさせてしまうのも惜しいところではあるんですが。という感じでぐるっと一周してきました。じゃあ戻りましょうか。ちょっと蚊が飛んでるようでね、少し刺されちゃった、ということでね、虫除けスプレー持ってきたんだけど大丈夫だろうと思ったんだけど大丈夫じゃありませんでしたね。ということで、今回は、千葉県匝瑳市にあります飯高神社をお送りしました。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。